はい、こんにちは。8月1日です。昨日、ジョセフ・ティテルさんが2023年8月の予知予測動画を出していました。元動画へのリンクはディスクリプションに貼っときます。なんかもう長くなりそうなので、早速内容に行きます。7月22日に逆行し始めた金星は、9月3日まで逆行を続けます。 この期間は人間関係はうまくいくかいかないかのどちらかの状態になります。どんな人間関係を築きたいのか、どんな人に囲まれたいのかをきっちりと見極めるべきです。金星の逆行によって修復が必要な過去の出来事が再浮上してきます。新しい交友関係を引き寄せるために大胆な選択をするときでもあります。8月4日には、 乙女座での水星の逆行のプレシャドウに入ります。乙女座は双子座同様水星に支配されている星座なので、他の星座よりも水星の逆行に影響を受けます。8月23日に水星が本格的に逆行に突入し、9月14日まで逆行を続けます。9月15日以降、9月末までは、 逆行のポストシャドウになります。9月18日から12月19日までは、戦争と破壊の星、火星が乙女座に入り、色い々ろいろと困難が発生するでしょう。人々は不安になって圧倒されたように感じるので、エネルギーを自分の中心にまとめるようにしてください。火星と乙女座が一緒になると、考えすぎたり、起こりうる悪い結果を心配しすぎる傾向になりますが、 起こり得る悪い結果を心配するのではなく、自分が欲しい結果を思い描くようにしてください。宇宙はあなたが何を考えているのか知っていて、それが数倍になって帰ってくるので、苦労とか失敗ではなく、祝福や奇跡を信じるようにしましょう。思考や言葉が自分の未来のブループリントになります。月末に向けて、 いろいろとコントロールできるためには何かを手放すことも大切になりますまた柔軟であることがとても重要です火星は動機やる気欲望自分に自信を与えることを意味します乙女座は貴重面細かいことに関連する整理効率の星座ですこの二つが合わさると粛々と働き集中力が増すことになるため これまでになかったくらい、ゴール達成への願いが強くなるでしょう。エネルギーを自分の中心にまとめて、自分の心のスペースにいることを大切にしてください。悪い人たち、エリートたち、もう先生術をよく理解していて、我々に対して使おうとしてきますが、光は常に私たちの側にあることを覚えておいてください。祈りや瞑想、 日々のアファメーションを通して自分の神聖な部分とつながる一方で光に助けてもらって闇を取り除いてバランスを取るというゴールを達成しましょう水亀座の時代はバランスを取る時代ですタロットの水亀の星座では女神が男性の暗いエネルギーの入っている器を持っていてそれを女性の明るいエネルギーに注いでいます そのような場面、例えば映画サウンド・オブ・フリーダムのような場面をこれから多く目にするようになるでしょう。8月の数字は6です。いろいろと分析しすぎておかしくなってしまうかもしれません。嫌なこと、対処するのにうんざりしていることから、自分が欲しいもの、 自分にふさわしいものを手に入れるためには何をするべきなのかに移行していきます。8月は大きな行動を起こす月です。それは人間関係かもしれないし、キャリア、ビジネス関係かもしれないし、または物理的な引っ越しかもしれません。6の月には飛び出してみるともっと大きなものが手に入ります。 金星の逆行を伴う6の波動は、人間関係を強くし、絆を強くしたり、新しい人間関係を手に入れる手助けをしてくれます。また、思いやりや無条件の愛を与えてくれるので、それを活用してください。6の波動は、他人を優先する代わりに自分をいたわるようにと言っています。自分をいたわるのは重要なことで、 決して自分勝手なことではありません8月中に自分をいたわっておかないと9月から10月にかけて彗星が逆行するときに病気になってしまうかもしれません。惑星の逆行のときには人々の感情が表面に出てきます。感情と病気には関係があるので自分をいたわってください。8月は特に衝突を避けるようにしてください。 世界的には残念ながら8月末にかけて16日から30日、新月から満月になるときに国家間の衝突が発生します。個人レベルでの衝突を避けるためには重要なことを定起するのは避けるといいでしょう。過去のこと、主に過去の人間関係の何かに直面することになります。8月末から9月にかけては いろいろなものを手放して整理する時です過去のことが再浮上してきたら無視せずに過去の出来事を深く見つめるようにすると修復できてより健康的で楽しい人間関係に恵まれることになりますまた六の波動の時の小さな親切は大きな変化を生じさせることができます 話を聞いてほしい人に耳を傾けたり手助けが必要な人を助けたり小さな親切が他人の人生に大きなインパクトを与えることでしょうカルマがいい意味でも悪い意味でも人々と国に影響しますいいカルマのプールを作って泳ぐようにしましょう大きく状況が変わるのは9月なのですが 8月にそのエンジンジがかかりますスピリットが見せるビジョンではバイデンが転倒していました彼がよく転ぶのは周知の事実ですが直感的に1月にハリウッドの際ハリウッドの看板ですねあれが倒れたビジョンを見たのと同じようにこの転倒バイデンの転倒を解釈していますバイデンが転ぶのはバイデン政権の崩壊を意味していると思います 彼がつまずいて転ぶのは続いて11月の誕生日を迎えることはないでしょう。一応言っとくとエンンンターテインメトンパ,パセスオンリーです数年前に見たアメリカ上院での混乱ですがスピリットはこれはアメリカに限ったことではないと言っています。8月ではなくてもヨーロッパイギリスカナダで同じようなことが起こります。 アメリカ上院での議員たちのウォークアウト、職場放棄ですね。そのビジョンがまた見えたので、実現が近いということでしょう。スピリットはまた、妨害、怒りの感情、抗議活動が10月までに広がると言っています。抗議活動、ウォークアウト、ストは実現してきましたね。ハリウッドのライターたちのストは、 ハリウッドの看板が倒れるビジョンと関係していることの一つですこれとは別に労働組合の力を取り戻すためのストが起こるでしょうスピリットは散々縮小されてしまった労働組合が復活すると言っていますハリウッドは泥沼にはまっていてスピリットは内部告発者が例の子供の件に関して犯罪者をあぶり出すと言っています 何らかの動画、映像が出てくるでしょう。セレブたちが参加している悪魔の儀式の映像も出てきます。以前、マドンナの健康状態について話しましたが、スピリットは、マドンナがこれからまたニュースになる。SNS での彼女の発言が議論を呼ぶ。そして彼女の健康に関するニュースが出てくると言っています。 2023年から2024年マドンナが亡くなってもおかしくないかもしれませんアマゾンなどへの企業への訴訟が起こりうんざりした従業員がウォークアウト職場放棄して商品不足につながりますグーグルやアップルにも問題が発生し8月には大企業のお店がもっと閉鎖されるでしょう 2020年からずっと言ってきていることですが備蓄をしてください Amazon のような大企業が従業員解雇や店舗の閉鎖を発表しホリデーシーズンにかけても雇用は増えないようですもう一つインターネットの大規模な停止があります彗星の逆行によるエネルギーシフトを受けて9月にはコミュニケーション電化製品 モータータののいた製品への影響ががさらに広がりますアメリカの医療機関はアマゾンのサーバーを使っているところが多いので9月には影響を受けて問題が発生して医療関係者が患者を見ることができなくなったり手書きのカルテに戻ったりするかもしれません。 インターネットが停止すると、その他クレジットカードとか銀行システムも停止するので、現金を手元に置いておくようにしてください。大規模な停電も発生します。暑すぎて停電するのかもしれませんが、ハリケーンのような気象現象でアメリカ東海岸の上の方の大部分が停電するビジョンが見えます。 世界中でインフラや発電所への攻撃で停電になるのも見えます。これは9月のことのようですが、きっかけは8月から始まります。特にアフリカとプエルトリコでの停電が見えます。プエルトリコは前回のハリケーンから立ち直っていないのですが、またハリケーンが直撃するようです。イギリスとオーストラリアでは、 洪水と大規模な停電があるでしょう。もしもジェネレーターを持っているのであれば、動くかどうか試してみてください。1ヶ月くらい前のハリケーンの動画を見てほしいのですが、ハリケーン・マーゴハリケーン・ナイジェルに注意してください。どちらも数比術では11。大規模な被害を出したハリケーン・サンディとかハリケーン・カトリーナも数字は11でした。 複数のハリケーンが海の上で同時に発生するのが見えます。これらが3つの大きなストームに発展するようです。アメリカにこれまでで最大規模のハリケーンが来る一方で、アフリカでもハリケーンのようなものが発生し、大洪水になります。8月後半から10月にかけて、世界的に洪水が大問題になるでしょう。 これにはフロリダを直撃して東海岸を北上するハリケーンも含まれます。テキサスも要注意。スピリットはハリケーンサンディのようにハリケーンが突然方向を変えるビジョンを見せてくれています。11日、そして29日にも要注意。11という数字には注意が必要です。アメリカで洪水に注意しなければならないのはネバダ州、 特にラスベガス、道が川のようになりそうです。北カリフォルニア、アリゾナのチューソンのあたり、そしてニューヨークシティも洪水に注意です。スピリットによると洪水が起きて古いものが洗い流されることになります。8月は満月で始まりました。8月は1日と30日。 満月が二度あります。30日になると異常気象、地震、火山噴火などが発生。30日には新たなエネルギーシフトがあるので注意が必要です。8月の最後の週には重要なことが起こります。マグニチュード7.2以上の地震とか、ラパルマ、ま、ラパルマのような火山噴火とか、 カテゴリー六七くらいのハリケーンが起こりそうです。八月十六日の新月にも要注意。その一週間後には水星が完全に逆行します。ものすごいローラーコースタージェットコースターに乗っているかのようになります。内部告発者が大量に出てきたり。U. F. O. や宇宙人のことで大騒ぎになったりします。 2023年、すでに空でいろんなことが起こりましたが、これからもっとすごくなります。空で何かが打ち落とされる様子をメディアが伝えて大騒ぎになるとスピリットが言っています。スパイバルーンかと思ったら、スピリットはそれとは違うと言っています。UFO が墜落したり、打ち落とされるのかもしれません。空に注目し続けてください。最後に、 また疫病、何らかの疫病が流行りますが、怖がらないようにとスピリットが言っています。自分をいたわって安全でいるようにしてください。マスクを人々がまたしている様子、そのビジョンが見えるものの、次の疫病の蔓延は一部の地域だけで、2020年の疫病の繰り返しにはなりません。気をつけなければならない疫病は3つ。 統計を見るときには知恵を使って賢く見るようにしてくださいとスピリットが言っています。え、以上です。えー、また15分過ぎちゃった。結構長くなってしまったので、おまけは一つ、二つだけ。えっとですね、明日は諸事情により、私多分一日中シーンとしているかもしれませんが、心配しないでください。あさっては戻ってきます。あと、 テティテルさん、今回ハリリケーーンカテゴリー6とかなって言って言ますよね。私が知っている限り存在するハリケーンのカテゴリーって4が最大なんですけど新しいカテゴリーを作らざるをえなくなるってことなんでしょうかというわけで「Stay safe, stay healthy」。